島の子たちが来てくれたりとかするんかな。無言。皆さんこんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2022年7月4日月曜日の午後2時22分です。では本日のお知らせです。本日博物館に新しく喫茶ハトノスがオープンしました。おー、やったね。やっと来た。口数の少ないマスターが入れる本格的なコーヒーは絶品との噂ですよ。館長のフートさんによると、カフェは24時間空いてますので好きな時間にお越しくださいとのことです。私も仕事の合間に美味しいコーヒーを飲みに行くのが今から楽しみです。皆さんもぜひご利用くださいね。これから住人たちもやっぱやってくるんかな。普通にもうそっか、他の施設でもやってくるもんね、お店とか。ちなみに今回も記念のセレモニーが開催されますよ。時間と興味がある方は案内所でタヌキツさんにご依頼くださいね。では本日は最後にイベントのお知らせがあります。今週末の土曜日は夏の釣り大会が開催されます。朝9時から夕方6時まで広場に受付のテントが設置されていますので、よろしければご参加くださいね。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ということで今回もやっていきたいと思います。さあそれじゃあ見ていきますか。新しくできた喫茶ハトノス。あれ、レイジ君もおるやん。やっほー、今日賑やかやね。めっちゃ、いやいや、いらっしゃい。来てくれてありがとね。今日のおすすめはアジサイだよ。アジサイもう植えてるんだ、そこにちょうど今の季節が見頃だからぜひ植えてみてね。それで今日はどんなご用？いや、大丈夫。そっか、また気が変わったら行ってね。ほら、目の前にめちゃくちゃ植えてるんだ、アジサイ。さあ、それじゃあね、久々のセレモニーも。え、外で運動すればいいのに。たぬきちさんの作業台浮かれて DIY？ あ、そっか、こんなとこでもできるようになったんやっけ。違うんすよ。そうじゃなくって、座ればいいんか？よいしょ。さん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だろも。セレモニーに参加したい。久々やけんね。前までやったらもういいやってなりよったけど。お、アイナさん、セレモニーへの参加をご希望なんだも。今なら博物館リニューアルをお祝いするセレモニーを行えるけど、どうだろも。参加してくれるかな。しましょう。はいはい。じゃあ早速始めるから会場にご案内します。おー、マスターもおりやん。それではただいまより博物館リニューアルオープンを記念したセレモニーを取り行います。見た目は変わってないんかな。前からこんなんやった。よくよく覚えてないってやつ。ありがとうだなも。小さなテントから始まったこの映画塔がこんなに賑やかな場所へと成長しただも。島を盛り上げるために尽力してくれている島民の皆さんには本当に感謝の言葉が見つからないだろうも。今回は博物館の館長であるフードさんと完成した喫茶ハトノスのマスターに挨拶をしてもらうだも。ではフードさん、マスター一言ずつお願いするだろうも。ありがとうの皆様、平成より博物館へのご理解ご協力をありがとうございます。この度古くからの知人マスターを招き、博物館内に念願のカフェをオープンする運びとなりました。当施設が皆様にとって文化や学術的な価値のみならず憩いの場所としても貢献できますよう努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。香り豊かなコーヒーを用意してお待ちしています。お、言葉少なく。なんで今のでフータ君が照れた。フートさん、マスターどうもありがとうだなも。次に遠く離れた島でマスターを探し出したアイロさんに島民を代表して一言いただきたいだも。あ、マジか。こっちにもか。それではアイナさん、一言お願いするだろうも。やったね。イエーイ。うん、本当にその通りだろうも。アイナさん、どうもありがとうだも。では皆さん、最後にあれの準備をお願いするだろうも。あと、記念写真を撮りたい人はシャッターチャンスにボタンを押すのを忘れなく。博物館完成のお祝いと僕らのアイラ島のますますの発展を願いまして、よーパーン撮影しました。
一応ね。ありがとうございました。これにて今回のセレモニーを閉会となります。皆さん気をつけてお帰りください。見た目的には違うわ違う、これじゃない、あれ役所だわ。何やってんの。アイラさん、私を置いてどこに行ってたんですか。どこも行ってないよ。あなたに会えなかった間、毎日お習字をして寂しさを紛らわせたんですよ。これからは会えなかった時間を埋めるくらいたくさんお話ししましょうね、ダフン。習字偉いっすね。でほら、見た目別に変わってないよね。色の変化とかあったりするんかな。まあ覚えてはないけども、多分ここの階段の高さもこんなもんかな。あ、できている。喫茶ハートの巣。おー、え、めっちゃおしゃれ。もうなんかこれアミーボ使ってハートの巣に誰か呼び出せるってこと。へー、今なんかなんだ、葉っぱが落ちたのか。え、めっちゃ良くない。おー、びっくりした。そちらは予約席となっております。あ、マジっすか、すいません。じゃあ札とかでも置いといてよね、紛らわしい。こっちはねえ、予約席ばっかりじゃないか。人気店なんすね。あ、見て見て、写真飾られとるよ。これ誰の写真。左はトタケケ。あ、見て、これ下マスターとフータくんや。え、で一番右は見えねえ。ただ建物と、あと、なんか、手前に二人人がおるんかな。なんかそんなような感じはする。じゃ、カウンター席ならいいってことかな。よいしょ。離島ではどうもありがとうございました。いえいえ。コーヒーを飲みたいときはいつでもどうぞ。コーヒー、一杯200ベルですから。お願いします。かしこまりました。特に何か選べるわけでもなくって感じか。え、前の時もなんかある程度通わんかったらできんかったんやっけ。だま、お待たせしました。当店自慢のコーヒーでございます。さあ召し上がれ。お、この味わい、余計なものはいらない。これが大人の味だ。めっちゃかっこいいやん。あ、どうも。速攻で下げられた。ありがとうございました。いえいえ。これからここにもちょいちょい、え、どうなんやろ、アミーボで呼び出す予約席が多分アミーボなんかなって思うんやけど、こっちのカウンター席とかにもね、飛び回りの時みたいに、島の子たちが来てくれたりとかするんかな。今日はね、今のところおらんっぽいけど。バイト時が来んのかな。無言。お一人様はカウンター席で。うん、すごい最低限のことだけ。通いよったら仲良くなれるかな。さあ、ふーたくん。ちょいとね、化石を見ておくれ。んぐご。すみません。これはこれは、エナさん。ついに本日、当館内に念願のカフェが完成しました。それもこれもエナさんがマスターを見つけてくださったおかげです。改めてお礼を言わせていただきます。そういえばお金はかかってないんか。さて、そのカフェですが、階段を上がって左側に入り口がございます。当館と同じく24時間営業してますので、一銭マスターの美味しいコーヒーを味わっていただきますよ。コレクションを楽しむもよし、カフェで豊かなひとときを過ごすもよし、存分に当館をお楽しみください。ありがとう。でね、用事があるんだ。お手伝いできることがあれば何なりとおっしゃってください。化石の鑑定をお願いします。今回はかぶりかな。ほほう、では鑑定したい化石をお見せください。ワクワク。はい、これをお願いします。どれどれ？ふんふん、なるほど。ほほう、これは紛れもなくディプロドクスの胸っすね。
それにしても、何度見ても止まりませんよね、ディプロドックスの胸。個人的に買い取りたい気持ちでいっぱいなんですけど、そんな余裕もないんで我慢するっす。買ってくれてよろしいんだけどね。とにかくこちらお返ししておきますね。まあ、後で雑貨屋ででも、ちゃんと売り払っておきます。他に何かお手伝いできることはございますでしょうか？寄贈。ほう、そうですか。で、何を寄贈してくださるんですか？ワクワク。はい、このね、神秘的な彫刻を。これはなんかでっかい帽子かぶったやつやっけ？ほほ、これはこれは神秘的な彫刻ですね。いやはやなんと言いますか、これほどまでに神秘的な彫刻だったとは。こちらは寄贈品として大切にお預かりいたしますね。おお、ちゃんと合ってた。展示室の作品の前のプレートに解説を載せておきますので、またゆっくりとご覧くださいませ。ああ、よかった。他何かお手伝いできることはございますでしょうか？いや、もう大丈夫かな。うん、間に合ってます。そうですか。では、自由にご見学ください。じゃあね、ありがとう。あ、マミーさん。あれ、さっきまでさ、ここの餌やりやりよったら別の人じゃなかったって思ったけど、あれか。植物観察か？またお会いできて嬉しいです、たふん。お話ししよう。時々私のチャームポイントはどこなのかなって考えるんですけど、やっぱり尻尾じゃないかしら。重心が前の方にかかりやすいんですけど、尻尾でバランスが取れるんです、たふん。尻尾。チャームポイント。チャームポイント、尻尾。確かに可愛いけどね。お、ハンナちゃん。よ、あな。よ、あいな。どうだい？気合入った？だってね。お話しして。あ、そうだ。あ、そうだ。ついにフィナンシェカレーのレシピが完成してさ。フィナンシェカレー？なんて美味しくなさそうな。それぞれなら絶対美味しいのに。え、今度でいいって？え、何かくれるわけではないのか。なんか、あれやろ？あつ森でも、アップデートで、料理ができるようになったみたいな、聞いたんですが。やけん、私、普通にレシピくれるんかと思いよった。違うんすね。で、なんか、ここにね、レシピが売りよったんよ。ちょっと買ってはない、なかったんやけど。いらっしゃいませ、ませ、たぬき商店へようこそ、ようこそ。ね、これこれ。戸棚の商品をご覧になるんですね。必要なものがありましたらお申し付けくださいませ。ませ。と、ここの並びに、ほら、お手軽クッキングレシピ。そちらのお手軽クッキングレシピはデータで販売している料理のレシピ集でございます。料理のレシピをご利用いただくには、レシピアプリを DIY レシピプラスへアップグレードする必要がございます。DIY レシピプラスは案内所のタヌキモードでタヌキマイルと交換することにより入手いただきますので、アップグレードを済ませになってからこちらをお求めくださいませ。あ、マジでそういうのがいるんやね。じゃ、ちょっと、アップグレードしてくるわ。おや、よろしかったですか？またお気軽にご覧くださいませ。そっかそっか。レシピぐらい言ってくれればいいのに。ありがとうございました。この、売ってすらもくれんっていうね、アプリを持っていないことで。ここから？タヌキ開発マルチメディア端末、タヌポートでございます。1日1回のタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。1日目50マイル。ご利用になりたいサービスをお選びください。そういえばこの間さ、ファミマで、ファミポートがなんか急激になくなったけんさ、いつも行きよる店で。びっくりして、ファミポートどこ行ったんですかって言ったらなんかコピー機と一緒になったって言われた。タヌキマイル交換か。いけ、今なんかコピー機で、なんか、今までファミポートでしよった支払いとかができるらしい。徐々になっていきよんかな。多分全部の店舗一斉にではないと思うけど。これか？これ何？これなんかまた別？ん？別ではないんか。え？あれで合ってんのか？え、なんかヘアアレンジとかもある。まだ全部買ってなかったんかな、この辺のは。料理も DIY レシピプラス。これか？
はい、交換します。交換を受け付けました。ただいまよりデータを送信するため、お客様のスマホを端末に近づけてください。お、来た。 DIY レシピプラス、アップデートが完了しました。ご利用ありがとうございました。これで料理ができるようになったんかな。 DIY レシピのスマホアプリが DIY レシピプラスにバージョンアップした。キッチンに立ってレッツクッキング。これはちゃんとキッチンの家具を置かんといかんってことかな。あとお鍋とかフライパンとか。違うわ、こっちか。 DIY レシピプラス、 DIY レシピが料理に対応。新しく料理のレシピが登録確認できるようになりました。料理は作業台の代わりにキッチンを使って作ることができます。美味しい料理をたくさん作って豊かな DIY ライフをお楽しみください。 OK。 あ、見て、キッチン。なるほど、ここで最初にキッチンを作ってからのってことやね。ほーえ、これ作れるんじゃない？え、作れんの？作れんやん。あ、作れんやんっていうか、ここではできんか作業台で作らんといかんか。まあ、じゃあとりあえず今回はこの辺で終わりにしておきたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ということでカフェも完成して、これからね、カフェでしかできん住民たちとの会話もあるんかなっていうのがなんかすごい楽しみ